はい、お疲れ様でした。トスに2対0で勝ちました。イエイ。千里のスーパーゴールと直樹の素晴らしい突破で得た PK、 それをノスタがきっちり決めて2対0で勝ちました。とりあえず、1ヶ月以上ぶりの連勝です。本当にまあ安心しましたっていうのもあるんで、まあ次はホーム戦、清水戦で、天皇杯熊本戦があります。ホーム続くんで、皆さんエディオンスタジアムにみんなで駆けつけて、残り7試合クライマックスです。頑張っていきましょう。そんな感じです。お疲れ様でした。